おかわりくん、ジージー佐藤を冷ややかな目で見る。早くです。おっとっとっと、見せてくれますよ。このあたりはね、現役時代ご存知の中村拓也さんの表情でしたが。おかわりくん、何してんだこの人。その目やめてわらわら。ジージー佐藤、現役の時からラッキュー好きよな。自分の持ってるも全部出せました。こう侍ジャパンがギュッと一つになった気がします。岡村君がすごい怖い顔してたらしいです。もういい加減にしろよみたいな、はい、まあ若い選手も多いですから勢いの人は強いと思いますから、その辺を中村選手とか栗山選手がこうキュッと引き締めて、これからの快進撃また見せてもらえることを楽しみにしています。優勝を目指して頑張ってほしいですね。キモティー GG 佐藤の解説好きなんだよね、わら。 GG の完璧を見たことない。 GG が落としている。最後のキモティが効いててキモティー。